普通に道路の真ん中で女の子が布団かぶってこう寝てたんで。おー、リアル現場。シギ、僕今年ちょっとバンコクに行こうかな思ってまして。いいですね。なんか私がバンコクでラムさんここ行ったらみたいなおすすめとかあったらまた後で教えてください。はいはいはい、まあ、僕もねバンコクは1回しか行ったことないんですけど、寒い島に2回とバンコク1回なんですけどね。タイはね、谷西さんと木村さんと3人で行ったんですよ。あのニコ生のディレクターの木村さんと。で、なんかちょうどその谷西さんがあの本がバズった時だから、お金ないんだけど将来的にめっちゃ入ってくるみたいな微妙な時に行きましたね、一緒に。5年ぐらい前になるのかな、だから。で、結構あのニコ生のディレクターが来てたので、なんか延々こう撮影しながら回るみたいな感じで、まあ、僕は信じてないけど心霊スポット行ったりとか裏通りとか歩いたりとか、でお墓のある裏通りとか歩いたんだけど、後から見たらめっちゃ治安悪かったんで心霊スポットちょっと気をつけた方がいいっすって、夜だし。そうですね、曲がり角か曲がったら普通に道路の真ん中で女の子が布団かぶってこう寝てたんで、おーおーって怖ーって思って。タイってあの日本人あんまり感覚ないけどめちゃくちゃ重大国でしょ。あ、そうなんですね。僕も撃ったことあるな、なんか射撃場で撃ったことありますね。なんか確かね、世界でも珍しい銃の問屋街があるんですよ。へー、だからタイってめちゃくちゃ重大国やし、で治安の悪いところをみんなナタ持ってるから、ほんま気をつけた方がいいと思うんですね。ナタスパーンって、もうジェイソンじゃないですか。で、タイはほんで何、あのタイの国民になんかタイマ大金とかなってるんですよ。うん、だから微笑みの国。でもずっと前から言ってた、解禁の前から。てかそんなに笑ってなかったしな。なんか一回そのタイ行った時にめっちゃお腹痛くなったんですよ。ガイドの人がね、ヘヘヘ、寝ていいって笑われて、それが微笑みか、タイの人の微笑みかと思ったよね。ガイドがお腹痛い人の真似をして笑うって最悪でしょ。なんかわかるわ。頼んでたガイドが体調悪くなって来れなくて、ガイドのお父さんが来たから日本語全く喋れないっていうね、全くクソの役にも立たないっていう。なんで来たのっていうガイドさんでしたけど。なんかそうね、そういうちょっと適当なところも含めて魅力的な国ですね。まあそうです、そうです。で、一番怖かったのは、まあ深夜に谷西さんと3人でこういろんな心霊スポットとか行ってて、でまあ運転をそのディレクターがしてたんで、運転してる間僕がそのカメラもらってたんですよ。で戻ってきて、まあ繁華街というか、そのなんか売春婦が並んでたりとか、そういうちょっとそういう連れ込み宿があるようなホテル街があるような場所に降りたんですよ。なんかそういうカウボーイとかそういうとこ、多分そういうような場所、もう人がわーっている場所で降りたんですよ。降りたらなんかうわーってなってて、なんかすごい騒動になってて、で僕カメラ持っててふっと見たら、女の人なんだけどおカマの人かもしれない、なんかちょっとタッパのある、まあ、髪の毛の長い女性が包丁を振り回してたんですよ。闇雲に振り回してるわけじゃなくって、白人さん追っかけてるんですよね。白人さんうわーって逃げてって、で結構そのまま、いや、やめろやめろみたいなんで、でそこの2人からみんなわーって離れてってんだけど、僕カメラ持ってるから撮らなきゃいけないとか、なんかわけのわからんこと思って、ライターの魂でね、あーって向けてたら、なんかたまにチラッとこっち見るから、あーどうするどうする、行く行かないみたいになって、逃げてくださいって言われて逃げましたけど、なんか色恋沙汰があったみたいで、めっちゃ包丁を振り回してましたね。まあ実際その刺したりはしなかったですけど、結果的に多分まあ揉めたんでしょうね。まあでしょうね、買う買わないとか、なんかそういう、まあ、とかタイちょっとドキドキすること多かったなっていう印象はありますね。あのトゥクトゥクってあるじゃないですか。はいはい、うちのタクシーより実は高いっていう同じのトゥクトゥクなんですけど、乗ったことあるんですけど、あれね、事故ったら絶対死にますよ。いやでも俺も乗ったけど、本当地面スレスレのところをこうしゃがんで猛スピードだもん。だってシーズベルトもないじゃないですか。でなんか分からんけどめっちゃ飛ばすでしょ。飛ばすし、メットもかぶってないし、あれは死ぬよね。そうですね、だから僕1回だけ乗りましたけど、そっからはずっともう普通にタクシーにしましたね。タクシーでちょっとぐらいボラれてもいいやっていうね。そうですね、うん、死ぬよね。うん、だって結構さ、なんかすげえ揉めるタイプの人もいるじゃないですか。ボッテもまあ日本のタクシーより安かったりするんで、うん、日本人が、多くの日本人がまあ納得して払っちゃう額のボリ方なんで、もちろん
5万円払えとか言われたら揉めるけど、ちょっとやって払っちゃった方が楽だよなって思っちゃったりもしてますね。まあ揉めるぐらいなのね。うん、中国行った時とかもまあボラれたけど、目の前でボるからね、書いてある値段の倍請求してくるからね。でもまあいいやで払ってましたね。ありがとうございました。リアル現場主義でした。国民か。